マルクス・バッペルは、ドイツ・ミュンヘン生まれの元サッカー選手、サッカー指導者。1990年代は、バイエル・ミュンヘンなどで DF として活躍。ドイツ代表では、ユーロ1996初戦、チェコ代表戦で負傷した、ユルゲン・コーラーの代役を完璧にこなし、代表でのポジションを、不動のものとする。安定したプレーで、ギドブッフ・バルトに並ぶドイツ屈指のマンマーカーとの、 評価を得、1998年には、ワールドカップフランス大会にも出場。オランダ、ベルギーで開催された、ユーロ2000を機に代表を辞退するまで、51試合に出場を果たす。2000年リバプール FC へ移籍、2001年 UEFA カップ優勝と、成功を収めた。しかし、突如、休賞懇親敬遠、ディランバレー症候群を患い、死死麻痺により、 長期にわたる闘病生活及び戦線離脱を余儀なくされる。ブラックバンド・オーバーズ FC への1年のレンタル移籍を経て2004から2005年シーズンには VFB ・シュトットガルトへ移籍、レギュラーポジションでプレーするが序盤にトラパットにアルミン・フェイ監督のジョ徐々に出場の機会を失い2006から2007年シーズンを最後に現役を引退。以後、 VFB シュトゥットガルトのアシスタントコーチとなる。2008年11月23日、アルミンフェイの解任に伴い暫定的に監督に昇格した。シーズン途中の就任にもかかわらず、低迷していたチームを最終的に3位まで導いた。この結果が評価され、2009年夏より正式に監督に就任した。しかし2009から10シーズンは、 マリオ・ゴーメースを放出したことなどにより15節までに2勝しかできず、会に低迷した。12月6日、VFL 防風無線で引き分けた後に解任された。2010から11シーズンより、ヘルタ・ベルリンの監督に就任。当時2部に降格したチームを1年で1部に復帰させたが、契約上の理由で2011年12月18日に解任された。 2012年2月1899ホフェンハイムの監督に2014年シーズン終了までの契約で就任した。同年12月16位と低迷していたところで成績不振により解任された。2014年10月12日スイスの FC ルツェルンの監督に就任することが発表された。ありがとうございます。